少々暗くて申し訳ございません。 SV 土曜日竹縄のご挨拶は山本ゴウ、二波家一中の山本ゴウ、今二波家一中のお兄さんという勇気ございませんでした、山本ゴウでございます。かといっておじさんというのもちょっと変なので、山本ゴウはでも候補者とはまだ言えん、山本ゴウ永遠の候補者、それも困る、山本新人と申しておきます。頑張らせてください。永遠の新人と言われないようにしっかりと頑張ります。二波家で一中です、ごめんなさい、二回もね、お母さんごめんなさいね。山本ゴウは SV ができる前から二波家一中頑張らせていただいてまいりました。山本ゴウは三ヶ島の、すいません、帰りによろしくどうぞ、三ヶ島の水再生センター、ここが橋掛けであるとともに昭和になって、その上になんと公園を作ってしまった、この先駆的試みが荒川区、先駆的試みの二段構えでございます。これが世に言う二階建てということでございましょう。先駆的なことはどんどん続けていくのが効果的、そしてさらなる先駆的な試みは処理場の周り、少し空いている土地がございます。ここにもっともっと皆様が憩える、そんな施設、もっと身近に言えばコンビニがあったらどうかと思いますが、皆様いかがでしょうか。8丁目にもしくは南千住6丁目にコンビニがあれば想像してください。あそこら辺車社会ですね、自転車 もしくはご高齢者が高低差大変でここまで買い物をしなきゃならない、ライフか SV かの究極の選択をしなきゃならない、これを少し緩和できるのが8丁目6丁目のコンビニではないでしょうか。ここの商売チャンスをしっかりと生かしていただくとともに、もっと、根元のところで荒川の広報必要でございます。東京都へのといううちどうですかなんていう働きかけも必要でございます。山本ゴウにどうぞ働かせてください。山本ゴウが皆様のリクエストを 無にしいたしません、アイディアといたします、山本ゴウでございます。それでは皆様、私の歩みを全力で今年度来年度とついてきてください。山本ゴウでございました、ありがとうございました。3分頑張り